ステイクスはイギリス競馬のクラシック競争として毎年4月下旬か5月初旬にニューマーケット競馬場の芝の直線1マイルで開催されている3歳品馬限定戦である。世界各地に同競争を模範とした戦、ギニーと名付けられた競争が存在、多くはイギリス同様にクラシック競争として施行されている。 日本では大賀賞が同競争を模範として創設された競争であり、このため国際的にはジャパニーズ戦技ニーズとも紹介されている。このレースは1814年4月28日に最初に施行された。これはボバとヒンバの両方が出走できる2000ギニーの第一回レースから5年後のことであった。これらのレースはダービーステークスを共同創設した。 イギリスジョッキークラブ会長のチャールズ・バンベリー、順番尺によって創設された。レース名は、第1回レースの優勝賞金に由来する。1860年代半ばまでに、センギニーは3歳頻馬にとって、イギリスで最も権威のあるレースの一つになった。センギニーのヨーロッパ版には、アイリッシュセンギニー、プールゲッセデプーリッシュなどがある。センギニーのトライアルレースは、 ネルグウィンステイクスやフレットダーリンステイクスなどがあるが一部の馬にとっては3歳シーズンの最初のレースとなる。千里2位自体がオークスのトライアルレースとして機能しており2016年にマインディングが千里2位とオークスの2冠を達成した最多勝利機種、最多勝利調教師、最多勝利馬種、レースレコード、最大儀差、最多出走数。 各界競争結果の出展、ありがとうございます。